はい、JCB のブラックカードへの道なんですけども、まずはプラチナを申し込んでみたんですが、昨日入会判定が来ました。OK だろうなと思ってワクワクしていたんですけども、残念ながら JCB のプラチナは、ご意向に添えないこととなりましたということで、落選ということでございますね。はい、期待をしていただいた方は大変申し訳ありませんでした。でもね、ちょっと、ね、気になる一文がついてるんですよ。つきましては、お申し込み時のご案内通り、OSJCB ゴールドの発送を準備しておりますということなんで、ゴールドカードは取得できたってことですよね。きっとゴールドカードは、誰でも取れるのかなって気はしますけども、いかがなもんでしょうか。さあ、私はゴールドカードをいただくことができるようになったんですが、おそらく8月の頭には届くのかなと思っております。ゴールドカードどんなものか見てみましょう。ドン。はい、こんな感じになりますね。おそらくゴールドカードはこれかなと思います。こちらですね。これね、キンキラキンのカードでございますけども、ゴールドカードには何種類かタイプがあって、こういうゴールドカードも選べるそうですよね。あとはディズニータイプのこういうやつですか。これね、真ん中下ぐらいにあるやつですよ。ミッキーちゃんがいるやつ。はい、こういったものが選べるのかなと思います。で、多分このゴールドカードのヒストリーを積んでいくと、信用を積んでいくと、こちらのゴールドプレミアっていうのがインビテーションが来るのかなと思いますよね。この時にもしかしたら私のね、望んでいた JCB のプラチナ、スタープラチナが来るのかな、それともさっきのですかね、どっちかが来るのかなと思いますよね。私としてはこのプラチナを経由してザクラスに行きたいかなと思うところですけども、まあ数年の単位で実績を積んでいくしかないですね。私の場合は毎月数十万とか数百万使うことはできなくもないので、ちょっと考えていこうかなと思います。まあそこまでしてブラックカード欲しいのかっていうことですけどもね。40代のうちに、1回は持っときたいなと。まあ50代になってもいいんですけども、年齢に応じたこういったね、客観的な評価を金融機関から受けたいなっていうところはありますね。意味は特にないです。まあ空港を使うことが多くなってきたんで、ラウンジ行ったりとかすることができるかないかな。まあでもね、私のね、この見えっ張りなところによくこれがね突き刺さってくるんですよ。ブラックカードが夢のまた夢だった頃は違うんですけども、ついに私もブラックカードの審査を受けるところまで来たかなと思ったら、ゴールド止まりではありましたけども、ゴールドでね、しっかり実績を積んで、このプラチナなり、クラスなりを目指してもいいかなと。まあ目指すのは自由ですからね。私がいつね、このプラチナなり、クラス、ザ・クラスなりを取れるのかお楽しみということでございます。はい、今回は落選のお知らせでございました。はい、失礼しました。